シニガンはフィリピンで主に作られているタマリンドを用いた酸味のあるスープもしくはシチューである。フィリピン料理を代表する料理の一つであり、類似の料理としてマレーシア料理のシンガンがある。シニガンは現代ではフィリピン全域で見られる料理であるが、もともとはタガログ人の間で食べられていた料理であり、ビサヤ諸島やミンダネ島で見られるシニガンは味付けが異なる。 また、一般的に魚醤を加えて作ることが多い。豚肉を使ったシニガンシニガンは、伝統的にタマリンドをベースにして作る。酸味を出す材料として、グアバ、カラマンシー、スターフルーツ、熟していないマンゴーなどを用いることがあり、これにより、様々なバリエーションが生み出される。また、果物の代用品として、タマリンドを加えたシーズニングパウダーもしくは、 固形の分4もまた一般的に販売されている。死ガンに使用する肉は、タマリンド、トマト、ニンニク、玉ねぎと共に煮込むことが多い。この他に使用することが多い野菜としては、オクラ、タロイモ、大根、空心菜、16ササゲ、ナス等がある。フィリピン人の大多数は味のアクセントとして、緑の木ガチ唐辛子を入れた死ガンを好む。 ソナンパルコングモノクやシナンパルーカンは材料をすべてポットに入れて煮込むのではなく鶏肉を生姜を用いて最初にソテーする必要があるため厳密にはシニガンではない。シナンパルーカンもまた厳密にはシニガンではなくすりつぶしたタマリンドの葉を用い通常生姜、玉ねぎ、トマト、ナス、ほうれん草を入れて作る。ルソン島ブラカン州のソナンパルコングモノク。 ありがとうございます。